はい、来たぞ。上町柳京阪乗ってやってきた。そして行くわ。京都へおいだす。どうもミスター京都アッキーです。本日は2月の3日節分です。はい、動画配信する日は後日になってるけども、本日は節分です。はい、ということで京都の、皆さんが節分といえば、参拝しに行く場所、本日は吉田神社向かっていきたいと思います。ちょっとね、母親ね、たまにはね、京都のそういう節分の鬼の動画でも撮ってこいって言われたんで、今から向かわせていただきます。僕も行くん何十年ぶりやろ、ほんまに。ほんで僕もちょうど今年の節分で厄年が終わるんで、そのお礼参りというか、お礼参り、そのお礼参りを兼ねて、今から行ってきたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー。はい、帰りなんか食います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。来たぞ、吉田神社の入り口。もうこの辺から東大路通りから店が出てる。すごいね、もうほんま来んのね、小学校ぶりぐらいですよ。もう30年ぐらいぶりですよ、多分。知らんけど結構いっぱい出てるわ店。生フランク、何や、いろんなね、入り口人いっぱいや。鬼いっぱいおるわ、鬼がいっぱいおるわ。鬼ちゃうわ。来たぞ、地獄の階段来たぞ。来たぞ、階段、階段登るぞ。階段登ってる。もう おじいちゃんはしんどい。おじいちゃんはね、もう階段苦手なんやわ、ほんまに。おじいちゃん上がってきた。ああ、鬼来たぞ。鬼が酔っ払っとる。この鬼酔っ払っとるぞ。よし、そしたらお参りさせていただく。オッケー。本で。しゃあ。なんやしないけど、みんな撮ってるから撮る。よし、ここ土手焼き、こんなんがあったんで、ここで食うてみよう。ここで食うてみよう。ホルセット。よし。
ビール。ビールやって。はい。むっちゃ冷えてるの。おお、すごいな。大阪名物どて焼きが。ありがとうございます。よっしゃ。よいしょ。あ、ありがとう。はい。席なくなっても。今日はどて焼きのショーとビールがついて1000円セット。それしました。普通はこの量。疲れた。よし、参拝させてもらった後のビール。よっしゃ。よっしゃ、キンキンじゃ。いただきます。そしたら、どて焼き、大阪名物、牛すじ、味噌煮込みって書いてあります。じゃあ、いただきますよ、これ。キンキンじゃん。キンキン。頭痛いわ。どて焼きじゃ、これ。うまそうやな。あの大きい鍋にね、山盛り入ってて。これ。おお、すごいな。大将が切り盛りしてる屋台。これ、このゴロゴロした筋が。焼いてギュッてやる。このお手焼きを食らう。油たっぷりで、あのコリコリしてる。ふにゃふにゃすぎないタイプ。これはうまいね。これに打ちあるわ。これはうまいわ。濃厚で味噌味が濃厚で、ほんまはでもね、屋台の前で食いたかったんやけど、もう常連が陣取ってるから食えへんかったけど、めっちゃうまいわこれ。でも最高や。今お昼だけになってるやん。この屋台出てたらみんな食べてみて。絶対なんか有名やと思う。知らんけど有名やと思う。これほんま味付けもいいし、食感もね、すごいいいわ、これ。で、そこにはね、これ、こんにゃく、これ。こんにゃくですよ、これ。こんにゃく。こんにゃくは別に炊いてある。こんな大きいのがいっぱい入ってる。いっぱい入ってる。小サイズでもいっぱい入ってる。このでかさ、これ。うまい。ほんまふにゃふにゃじゃないから最高。めちゃくちゃうまい。これ店やってたら食いに行きたいわ、ほんまに。むちゃくちゃうまいです。はい、ということで参拝して筋焼きいただいてきましたけども、これで終わるか思ったけども、とんでもない店を見つけました。そのお店を流すと超ロング動画になるんで、そのお店は明日か明後日ぐらいに流します。はい、ということでごちそうさまでした。京都の節分、吉田神社からお届けさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。じゃあ近々おもろい店配信するからよろしく。よろしく。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。